神が中心に据えられ人間は神々への奉仕のために存在しているといったバビロニア人の世界観を理解する上で重要なものである。アッシュール・バニパルのニネベ図書館より発掘され、ヘンリー・レイヤードによって修復された。7つの粘土版に悪化土語で刻まれており、その文章量は7つを合計して約1000行に及ぶ。第5番の大部分は欠落しているが、 それを除けばテキストはほぼ原型をとどめている。第5番の複製はトルコの波乱遺跡から発見された。他にもバビロニアやアッシリアにおいて様々な翻訳、複製品が発見されている。内容自体はバビロニア王ファンムラビがメソポタミアを統一してとしかみ、マルドクの地位が向上した紀元前18世紀に成立したと考えられている。 紀元前14世紀から12世紀に成立したという説もある。アッシュールバ・ニパルの図書館のものは紀元前7世紀に遡る。書かれた当初の目的は神話の記述にはなく、バビロンの都市神、マルドゥクが他の都市の神に比べて優越していることを示すためであった。N マエリシュはインキピットであり、その時上にを意味する。第1番は以下の言葉から始まる。 イーニューマイ、リースラナブマミュージ城にあるアマネは、名付けられておらず、サップリッシュエエムマタムユー、マラザックラとかにある地にもまた名がなかった時のこと。ズ、エエビ、マリーズツ、ザーアールユユウンはじめに、アップ数があり、すべてが生まれ出た。ミューム、ミューティアマトミューアルエルアイだ。アットジムリウンコントーンを表すティアマトもまた、すべてを生み出す母であった。エエメス。 ニューイズテニーシュアイハイチュウウンスイは、互いに混ざり合っており、ギーパスカル、アールエーラキーズスーアールユースーサ、エーラシーユーヤは、型がなく、湿った場所も見られなかった。イーニュー、マディンギル、ディンギルエユープ、ユーマなマカミガミの中で、生まれているものは誰もいなかった。エヌマエディシュ冒頭部冒頭で、真水を司る、アップスー。 炎水を司るティアマト、そしてその息子で霧を司るムンムといった現初の神が登場する。アプスーとティアマトの交合から、ラハムとラフム、アンシャルとキシャル、アヌ、その声やとその兄弟たちなど、様々な神々が生まれた。神々は非常に騒がしかったため、アプスーとティアマトは不愉快に思った。アプスーは神々を滅ぼそうと企ててティアマトに提案する。 彼らの振る舞いに私は我慢ができない。私は昼は休めず、夜は眠れない。彼らの騒ぎをやめさせるために彼らを滅ぼしたい。そして私たちのために静寂が支配するように私たちが眠ることができるように。ティアマトは夫に向かって喚めき始めた。苦しんで叫んだ。なんですって。私たちが作ったものを自ら滅ぼすんですって。確かに、 彼らの行いは不快ですけれど、我慢して優しくしてあげましょうよ。と反対される。アプスーはムンムの同意を受けて計画を実行しようとするが、それを悟ったエアは魔法でアプスーを眠らせて殺し、ムンムを監禁した。エアはアプスーの体の上に自らの神殿、エアブズを建設し、火のダムキナットの間に丸ドゥクを設ける。 エアよりも優れたマルドゥクの誕生を喜んだアヌにより、送られた四つの風で遊ぶマルドゥクにより、ティアマトの塩水の体はかき乱され、ティアマトの中に住む神々は、眠れなくなった。ティアマトはこれらの神々の説得に応じ、アプスーの死への復讐を企てた。ティアマトは力を強め、これらの神々も力を合わせた。ティアマトは戦いに勝利するため、二番目のオットキングに、 天命の初版を与えて最高神の地位に据え、さらに11の合成獣の軍団を作り出した。最終的に、マルドゥクがティアマトに勝利し、ティアマトの意外を用いて、世界を形成する。ティアマトに勝利したマルドゥクは、天命の初版をアヌに進展し、世界法則の制定及びさらなる世界の創造を、進める。また、マルドゥクは、キングーを殺し、 その地から人間を創造したことで、これらの神々は、労働から解放された。それに喜んだ神々はマルドゥクへの奉仕として、神々の住処であるバビロンの建設に着手し、2年で、これを完成させた。神々は、マルドゥクに最高神の権威を与え、五0の名で彼を称えた。ここにおいて、マルドゥクが、初期メソポタミア文明において、神々の王とされていた。 エンリルの地位を超越したことが注目される。それとは逆に、ティアマトは、原初の神としての位を失い、悪魔にされて、勝利した若い神に殺された、不幸な神でのある。また、人間創造の点において、人間の体は、神と悪魔の両方の素材から作られたことになる。ありがとうございます。